プレッシャーが怖いのはしんどいと、都合良すぎると思ってるんですよ。自分がやりたいって言ったんやけど、本音の部分ではそんな感じ。はい、皆さんこんにちは。公認会計士の小山です。本日はなんと寒い島からお届けしております。今週からですね、ちょっとバンコク経由で寒い島の方に来てまして、まあ、ちょっといろいろね、経営者仲間との付き合いもあるんですけども、自分の仕事だったり、まあ、今勉強もしてますけど、まあ、そういうのいろいろね考えながら、ゆったりと過ごしております。で、先日ですね、僕はですね、まあ、最近ね、ありがたいことに YouTube も6万人も超えてですね、なかなかYouTube ライブとかやってもですね、もう大変コメントをたくさんいただいて、質問にお答えできないシーンが多かったので、こんなね投稿を出したんですよ。質問大募集しますと、個別動画撮りますっていうね。で、現状で今31問ぐらいいただいてまして、ちょっとそれのね回答していきたいなと思ってます。じゃあまず、郵政01073、大学1年生の会計士受験生です。財務会計の計算が苦手で、応用問題などが出ると点数が取れずに悩んでいるのですが、伸ばすためには計算問題集をひたすら回して対策すべきでしょうか、というご質問なんですけど、結論から言うと回すこと自体は、大賛成です。この試験、まあ、合格するまでには、まあ、テキスト、トレーニング、実力テスト、あと基礎答練、応用答練、いわゆる答練ですよね、と、直前答練、全国模試みたいな、いろんな予備校からね一斉に受けるみたいなあるんですけど、各、まあ、論点だったり、まあ、そういった問題含めて3回とか5回ぐらい回すと思うんですよね。これ回すって、僕らねそういった意味で回すって言い方するんですよ。もういっぱい読むみたいになってくるんですけど、もうテキストだったらもっとですね、そんな日じゃないぐらい何回も何回も、まあ、読んで、でその読む時も間違ったら戻るっていうのもしっかりやるんですね。頭から読むんじゃなくて、もちろん個別問題に当たるんだけど、その個別問題で分かんなかった論点が分かるんで、それをしっかりテキストのどの問題かなと、どこに書いてあったかなというのをしっかり読み込んでいく、まあ、こういうふうに何回も何回も回すんですけど、そういった意味では回すってことは大賛成ですっていうのが冒頭言ったとおり。ただ一つが、ひたすら回して対策すべきでしょうかっていうのは、ちょっと僕がもし汲み取れてなかったら怖い表現だと思ってて、ひたすらむやみやたらに回すっていうのはこれ違います。なのでポイントは、何回も言ったんですけど、その頭から全部回すんではなくて、最初それでいいんですよ。1回2回3回はそれで回していいんですけど、以降はちゃんと濃淡つけてください。濃淡というか強弱ですね。自分が得意な問題とか得意な論点って、もうそれって仕上がってるんで、どんな表現で来られようがぶっちゃけもう間違わないんですよ。もう原価償却費だったら、まあ、取得価格 ×0.9 ×その償却率、対応年数でもいいですよ。割る割り算、5年10年でもいいんですけど、問題変えられても間違いないですよ。ではなくて、連結の例えば利益上記求めろって言ったら、もう時には間違えちゃうとか、もう問題によってはもう解けないとかってあると思うんですけど、そういうふうに自分の分かっている問題と分かってない問題があったとして、もう間違いなく回さなきゃいけないのは後者です。で、それだけをしっかりやっていく。で、さっき言った通り、そのテキストの該当ページをしっかり読み込んで、今回の問題は書いてあったのか書いてなかったのか、で書いてなかったらそのトレーニングが次テキスト代わりになりますんで、まあ、その表現をテキストに貼り付けたりしてですね、まあ、しっかり自分で以降間違えないようにしていくっていうのをやっていきます。あとは時間短縮、特に計算問題が分からないってことなので、もう計算問題は確かに反復も大事なんですけども、その論点が何を問われているのかっていう意味で、もうその計算式だったりロジックだったり、もっと言うと選択適用があると思うんですよね。いろんな計算パターンがあった時にどれを選択すべきなのかっていうのをしっかり、どういう問題かって分かった瞬間にもうほぼ反射神経的に出さなきゃいけないですね。それぐらいしっかり分かっていく。問題がどういう問題で、その問題に対してはどういうふうな答え方だろうねっていうのを分かってしっかりやっていくことをお勧めします。はい。で、もう一個、で応用問題が取れずに、点数が伸びないっていうふうに話されてるんですけど、これいろんな考え方があって、一つ大事にしてほしい考え方だけ伝えると、予備校もですね、あえてテキストに載ってない、でも問題集とかですね、トレーニングとか当練で出して、それを次教材代わりに使ってもらって、で本試験までにはそれを復習してもらって、ある意味その論点を潰してもらおうみたいな、わざとそういう論点を出してくることがあるんですね。そういう場合は予備校側もですね、応用問題を初見で解けると思ってないんですよ。で、これはあくまで今回応用問題で、まあ、正直基礎問題とかね、トレーニング集では簡単だと思って、まあ半ば調子乗っちゃってた人がいたとしたら、それはあえてプライドの高い人の鼻を折らせてもらって、でそこで心改めてそういった問題を復習してもらうっていう意味で渡してたりするんで、初見で解けなかったからって言ってへこむんじゃなくて、以降はそのライバルと差をつけられないために、その問題は見ちゃったんだったらしっかりやっていく、本試験までに何回か回してその論点はものにしていくっていうための教材だったりするんで、応用問題すなわちそのね、現場対応能力として一発目の初見から解けなきゃいけないかっていうのはそうではないです。予備校側も分かって、今回解けないと私たちも思ってました、ただ本試験までにはこのレベルまでには仕上げておいてくださいね、だから渡してますっていう教材だったりしますんで、まあ、そんな視点でぜひやってください。じゃあ次、何でもないさん、
小山さんは USCP を勉強する中で英語のリーディング能力が上がったと実感ありますか？またこれまでの動画で小山さんは自分の英語力は TOEIC 5、600点とたびたびおっしゃってましたが、現状の小山さんが TOEIC 勉強受験したら何点ぐらい取れると予想しますか？はい、リーディング能力が上がった実感はもちろんあります。読解能力もそうだし、単語ね、単語のボキャブラリーが増えた、もちろんあります。まあ、それは分かってないとやばいですよね。増えないとおかしい。僕がですね、5、600って動画では言ってるんですけど、本当にちゃんと受けたら多分今4、500点だと思います。どっかのタイミングで僕言い直してるんですよ。5、600点でちょっと大学当時の監査法人入る、要は一発目になんか受けたんですよ、当時。その時600点ぐらいだったんですね。なのでもっとその大学受験終わった直後のバリバリの現役の時だったらもうちょっと高かったと思うんですよ。600点、まあ、700点ぐらい取れてたと思うんですけど、まあ、4年間大学出て英語くれませんからね。そんな留学も行ってませんし。っていう社会人一発目でそんぐらいだったんで、でさらに僕の場合そこからもう10年以上はもうほとんどドメスティックな仕事しかしてませんし、留学もない、駐在もない、もう何もないですよ。帰国証でもないですし、っていう意味でもうもっと下がってるんで、僕は400点500点だと本当に思ってますし、今受けてもそうだと思うんですけど、っていう意味でそこからでちょっとね、今 USCP に特化した勉強、英語の勉強はしてってるんで、もちろん本番の試験も英語で受けてますし、で現に受かってますし、もちろんトレーニング解く中で分からなかった単語は、まあ、覚えようとしたりですね、あと言い回しとか、まあ、そういうのもやってるんで、なんとかちょっと上がってきてるかなっていう感じです。で今受けるとしたら、でもそれに関して TOEIC ってご存知の通り、リーディング、リスニングあるじゃないですか。でリスニングとか全く伸びてないと思うんですよね、ほとんどね。そういった意味では点数には反映されてないと僕は予想してます。なので本当に400点500点のままなんじゃないかなと思ってますけど、言った通りその USCP の英語力テストがあったとしたら、同じ基準で言うんだったら、まあ、5、600点ぐらい、まあ、プラス100ぐらいは上がったんじゃないかなと思います。 USCP 勉強して初めてからね、ちょうど、ね、まだ1年ぐらいしか経ってないですけど、はい、っていう感じです。リーディング能力は確かに上がりました、はい、そういった意味ではなんでそれでいいのかって逆に思われると思うんですよ。もっとライティングやれよとか、もっとスピーキングやれよとか思われてるかもしれないんだけど、まずは僕は USCP に受かるためだけにそれに全リソース当てて、英会話スクールも僕は行ってないですし、TOEIC対策もしてないですし、でもそれなんでかっていうと、 USCP に受かるだけのための英語を僕はやろうと思う。逆にもう僕は決めてるんですよ、自己責任で。僕はそれが決めちゃってて、なんで、まあ、英語っていう広い世界の中の USCP の英語なんか、会計とか監査とかね、税法の限られた英語力だと思うんですよ。でも僕はそれをまず抑えてしまおうと思ってて、今僕に そこにですね、全力フルコミットしてます。はい、なので、まあ、それが終わればですね、無事僕も USCP の、 資格取れ、ライセンス取れたらですね、まあ、海外で現に働いて、でもっと言うと日常レベルでコミュニケーションを人として、でそうすればライティングもリスニングも、まあ、スピーキングも、まあ、本当に英語力ですよね、真っ黒な英語ですね、本当に例えば友達と喋る時のラフな英語も含めて学んでいこうと思ってます。そんな感じで頑張ってます。あとは企画、YouTube の企画としては確かにやっときゃよかったですね。USCP 勉強する前の TOEIC ちょっと受けてみて、350点でしたから、1年後になるのか2年後になるか分かんないですけど、全科目受かりました。で、600点になってました。あ、じゃあ USCP だけでもこんだけ上がるんだねってのがあればね、確かに面白かったんで、まあそうですね、もうさすがにちょっと今もう受けに行く余裕ないんで、終わってから USCP 全部完走してから TOEIC だけちょっと受けに行って、実際何点あるのかなっていうのはちょっとやってみてもいいかなと思ってます。カイさん、現在担当式試験を控えているものです。講義は終わり復習の期間でいるのですが、企業法や監査などの、理論問題はずっとテキストに読んでいるだけですが、他にどんなやり方がありますか？そうですね、これはですね、ぜひやらなきゃまずい問題なので絶対やってほしいんですけど、講義を受ける段階で、まあ、講義を受けた後の復習している段階ってどういう勉強してるかっていうと、これ縦串の理解っていうんですね。例えば企業法だったら組織再編、はい、組織再編だけを学んでます。株式だったら種類株式とか取得条項付きとか、これ全部縦なんですよ。そこに対しては論点深掘りできてるんですけど、次やんなきゃいけないのがこれ横断的なんですね。横断的、例えば組織再編の時にこういう株式交付がありますってなったら、これ横断的ですよね。横断的、それでも縦をツンツンに深掘ったから、それぞれ横断で聞かれてもそれぞれの論点が出せると。でこれが1枚の回答用紙になるんですね。もしくは1問の担当式の試験になるんですね、担当問題になるんですね。なのでぜひ復習期は横串の理解です。で分かりやすく言うと、今企業法って言いましたけど、監査論で言うと、例えばテキストをやったり復習の時は計画、実施で、実施の時には実証手続き、もしくは内部統制の運用評価手続き、これ縦串ですよね。で報告、無限定適正意見とか限定適正意見、最後、まあ、レビューだったりとか、あとは契約の更新とかってなるってことですね。ただ本試験って実は横串なんですよ。じゃあこういった不正のリスクがあります、じゃあどういった計画をしますか、こういった不正があります、どういった実証手続きしますか、
こういった不正の問題があります、どういった報告になる可能性がありますかとか、ここに予告して聞かれるんで、同じ不正っていう論点にとっても計画の時の注意点、実施手続きの注意点で、まあ、報告のまあ注意点みたいな感じでこう予告して聞かれますんで、そういうふうに次論点を横断的にどことどこが連動するのかなとか、時には僕はテキストをね、目次だけを出してみて、それぞれ自分がどのような論点をあぶり出せるかっていうのを全部出してみて、自分の中で体系図みたいなのを作ってみたりとか、あと一番いいのはやっぱり問題演習です。答案練習とか受けると思うんですけども、そこで問われた時に初めて自分でそういった見方ができると思うんですよ。今まで僕はこういうふうにテキスト読んでたし、授業ではそういうふうに聞いてた、ただ問題で見た時にもう全然手も足も出なかった、これあると思うんですけど、それが往々にして横口なんですね。どっちかっていうと、だから深い論点を聞かれて分かんなかったっていうのはまあ皆さん少ないと思うし、答え見たらそれは分かると思うんですよ。あ、こういう論点もあるんだと、 ABC しか分かってなかったんだけど D まであるんだみたいな、じゃあ D 覚えておこういけると思うんですけど、この論点の A とこの論点の B とこの論点と C と組み合わせたときに、こういった言い回しになるんだ、こういった解説になるんだ、分かった問題に関してはしっかりそれを横串なんで、どのようにじゃあ今まで自分が点で習ってたものを線にできるか面にできるかっていうのをどんどんやる時期だと思います。なんでこれが今甲斐さんの質問が悪いわけじゃなくて、今そういうステージに入りましたってことなんで、ぜひ頑張ってください。今まではあくまで細分化された目次通りに縦口の理解を教えてくれました。もうこれはもうテキストの章題の構成上、授業の構成上しょうがないことです。以降は問題演習を繰り返していくうちに、最初は解けなくてもいいから横口の理解を問われますんで、これはぜひ横口横断的な理解なんだとぜひご認識いただいて、まあ、しっかり次はそれどこの論点がこういうふうにつながっているのか、こういった場合はどうなのか、そういうふうに頭を使う勉強に入ってくるんで、そういうふうにどん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 深掘っていく段階に入るんで、まあ、そういった意味でやってください。なので間違っても字面だけを覚えたりとかですね、ではなくて、こういった手続きの時はこういった報告になるなとか、こういった結果が出た時ってこういった報告になるなとか、こういった報告の時って、まあ、例えば契約辞退しなきゃいけないよねとかって、そういうのも含めて、横断的に、シャドーボクシングではないんですけど、まあ、想定問答を頭の中でしながらとか、一番わかりやすいのはそういう問題で聞いてくれるんで、それに対してしっかり覚えていく、学んでいく。で、時には先生にも聞いた方がいいと思うんですよ。今回のケースはこういった問題だったんですけども、こういった場合はこうですかとか、っていうのは聞いてみて、あ、そうだよ。あ、じゃあそういう覚え方もした方がいいんだ。っていうふうに、まあ、どんどんいろんな、同じ論点をいろんな視点で見れるように、ぜひそれはトレーニング受けながら、コア練習受けながら、で自分でもそういう風にちょっとアンテナ張って勉強していってください。でアウトプットですね、もう以降はアウトプットの勉強になります。 JJ さん、現在公認会計士試験12月の担当を勉強しているものです。英語を学ぶために留学に行きたいと考えているまま大学3年生にまでなってしまいました。公認会計士試験合格後1年間留学に行って帰ってきてから監査法人に入ると思うのは採用面などにおいて可能なのでしょうか。監査法人を出る予定で、その後の資格の仕事のために英語を使いたいと考えてます。また英語を学ぶためのおすすめの方法があったらご教示いただきたいですと。はい、留学行って帰ってくるとか休学するレベルでも含めてなんですけど、昨今のその就活状況を含めて全く問題ないと思います。いつの時代もいますからね、留学行ってたとか。特に会計試験って多い少ないってちょっと量は分かんないですけど、休学して公認会計試験フルベッドしましたっていう人もいるんで、で受かってからね、もう1年最後大学行って卒業して監査法人就職とかもいますんで、1年とかしかも内容があるんだったら全然ますます問題ないと思います。で、英語に関してはごめんなさい、いろんな英語あると思うんですよね。本当にコミュニケーションだったらもちろん留学行った方がいいでしょうし、あとね、それのためには時間とお金が必要ですし、それがあればもちろんそうでしょうし、例えば僕みたいに USCPA 受かるだけなんだったら USCPA の勉強した方がその英語は最短最速っていう意味ではいいと思うんですよ。留学行くと1年どうしてもね、向こう行ってとかあると思うんで、それぞれに合った勉強の方法ってあると思うんで、ご自身がその英語の何を学ぶのかによるのかなと思います。僕のみたいに資格試験 USCPA というための英語のための英語の勉強だったらもうそれでやっちゃった方が早いですよ。じゃなくて、例えばコミュニケーションとか彼女を作りたいとかそういうのであればもう多分ね、コミュニケーションの世界に入っていくと思うんで、留学したりとかっていうのもあると思うんで、そもそも何のための英語なのかって決めていただいて、でそれに合う最適の、まあ、僕以外含めてですね、最適の方の、まあ、教えを請うた方がいいんじゃないかなと思います。ちょっと今ね、やり取りできないんで、今そこまで留めておきます。そうね、いろんなパターン分けして答えてもあれなんで、はい。Y 歌舞伎さん、はじめまして、いつも小山さんの動画拝見してます。現在会社員の27歳です。本気で公認会計士になるため2年間専念して取得を考えています。僕自身つい先日簿記2級を合格したばかりで大卒ではありますが、全てスポーツ推薦のためそもそも受験経験が全くありません。2年分の貯金をしたのですが、そもそも2年間の合格は可能でしょうか。2年間で合格する例は聞きますが、現実的な可能性をお聞きしたいです。厳しめの目線でご回答お願いします。はい、で厳しめの目線でってことなんですけど、その専念できるのであれば2年間は全然可能な範囲だと思ってます。全然本当に受かるやつは受かるって僕は思ってます、心から。もうそれだけで回答終わっちゃうんで、じゃあそれしっかり実現したいと思うんで、で何よりなんですけど、もう計画とかだと思うんですよ。計画と自分のライフプランニングをしっかり見据えて、
でどうやったらその2年きっちりで終わるかっていうのをもう決めて、あとはその成功確率を高めるために、まあ、それをだからしっかり現実のものにしていくしかないんで、まずその2年間の、まあ、自分のライフスタイルをしっかり認識する、まあ、結婚式があるのかも、結婚式もうどうしてもその期間勉強止まりますしね、とかあとは予備校のスケジュールをしっかり把握して、もうそれ2年間だってあなたは卒業ですよって予備校が言ってくれてるわけじゃないですか。でそれができなかったらおかしいわけというか、もうそれはそもそもその講座が破綻してますよね。それが本当にできないんだったら、でも絶対受かってる人がいるわけで、いるんですよ過去のね。なんでだからできるはずなんですよ。なんでそれをしっかりやりに行くために、まあ、しっかり予定を立ててですね、であとは愚直に繰り返していく。でその計画を立てて愚直に繰り返していっても、まあ、順風満帆にすぐ終われるはずはなくてですね、もちろん月に1回とかメンテナンスしながら、分かりやすい例で言うとちゃんと答案練習とかトレーニング受けたら、そのね、自分が思ってた成長カーブなのかっていうのをしっかりここでね、分かりますから。90点のための勉強してたのに60点だったらこれ30点やっぱりじゃないですか。ってことはもっとやらなきゃいけないよねとか、そもそもこれやってたやり方が全然違かったよねとか、そのちゃんと軌道修正して以降はちゃんとね当てられるように、これを愚直に繰り返していくっていうのがその愚直の意味なんで、まあ、そういうふうにやっていく。あとはですね、2年間で、まあ、合格できるのが現実でしょうかっていうか、もうそもそも2年間のカリキュラムを出してるからこれ現実的なんですよ。でポイントは実はですね、入門期と応用期みたいな感じでざっくり1年1年あるんですね。入門期の平均的な勉強時間って大体6時間ぐらいって言われてるんですよ。で次上級期が、まあ、10時間ぐらいが、まあ、言われてて、まあ、合計これで3000時間ぐらいがミニマム、まあ、合格できる人の水準になるんで、まあ、今回みたいにね厳しめのっていう意味で言うと、多分保守的っていうか安全にしっかり受かりたいっていう意味であれば基準入るのはきついと思うんですよ。3000時間で受かると思いましたから3000時間やりましただと落ちる可能性もちろんありますよね。で落ちた時取り返しつかないじゃないですか。であればもうその基準、そういった基準はあんまりもう考えずに、自分がさっき言った理解できて自分が思っている成長カーブを描いてて、まあそれは自分だけじゃなくて分かんないから先生に聞くんですよ。チューターに聞いて、あの一緒に目標を作ってもらって、でそれが取れてるんだったらそれでいいん でそれが現に足りてなかったら5000時間やらなきゃいけないし、全然ね自分がパフォーマンス良ければ2000時間で終わるかもしれないんだけど、まあ、そうそういないですよそんな人。どっちかというとねしっかりやんなきゃいけないんでっていう感じでやってほしいですと。で言った通り6時間10時間くらいなんですけど、もしこの方あの本気で専念って感じなんで、もう初めから6時間とか言わずに、もう習ったところはしっかりやってください。入門の時からもうガッチガチの論点、はい、ガッチガチに、まあ、論点固める、まあ、これもとはいってもなかなかできないんですよ。こんだけ専念して時間あるのに、しかもフルコミットしてる、自分の胸手を当ててもちゃんとやってる思ってもなかなかできないんで、だそれ分かっておいてちゃんとやってください。それでもできないですよ、できないですけど頑張ってください。入門期も頑張った後次上級期、これからが本当に、まあ、きついですよ。答案練習も増えますし、講座もね上級期入ります。ちょっと難しい論点入ってきます。でもそこも、まあ、しっかり入門期で、まあ、6時間のところを、まあ、10時間で自分はやって、しっかり基礎貯金も貯めて、でしっかりね上級期も、まあ、さっき言った通り、まあそれよりかさらにまた限界突破といいますか、やって、まあ、しっかり最後2年間それでもギリギリだと思うんですよ。自分ではもう 100% ね、理解した人間なんかとてもいないと思います。っていうぐらいの勉強なので、試験なので、まあ、それで、まあ、なんとかね結果、まあ、合格できました。で、まあ、万が一ですけどそれでも落ちちゃったってなったら、まあ、僕のパターンですけどもう1年でもそれはもう本当に確信持てると思うんですよ。もう1回やったら受かると思ってるから僕は諦めずにもう1回行くみたいな感じになれると思うんで、だそこまでやれた人間だけがそういう意思決定できるんですね。はい、でやれた人間というのは多くの人は僕は受かると思ってます。で受かってしまえば、まあね、そのまま良かったりと、で僕みたいにそんだけやったのにダメだったとしても、そういう人ってもう一回やれば絶対いけるってもう思うし、そういう覚悟、腹が決まると思うんで、まあ、そういうふうにちょっとやってほしいなと思います。 TS さん、新卒におすすめの車種や小山さんの今までの愛車の維持費など。維持費か、新卒におすすめか。本当に好きなもの乗ったらいいと思うんですね。車なんかもう趣味とか、まあ、実用性って言ってもね、もうある程度のもう今の現代の車って車内環境というかもう乗り心地も含めてめっちゃいいでしょうし、まあ、新卒でっていうところで言うと自分でねお金稼いで自分で好きなことできる年代になると思うんで、でまあ、友達とかと、ね、旅行行ったりとかいろいろできた方が僕はいいと思うんで、アクティブな車が僕はおすすめですかね。いわゆる SUV というか大きい車、僕ずっと乗ってきてたんですよね。大学の時にオデッセイ、ホンダのオデッセイですよね。はい、あれも7人乗り で次東松卒業した年に僕ポルシェのカイエン買って、それも5人乗りかな、まあ、SUV ですよ。ポルシェの SUV 買って、次がマカン、それも SUV で5人乗りで、その次がレバンテ、これがマセラッティのレバンテっていう SUV で、で本当にいろんなとこ行けたんですね。あの友達ものしてあげられますしね、ゴルフ行くとか海外旅行の時に空港行くとか、あとサッカー行く、ご飯行く、もうみんなもしてあげれるんですよ。でまあそういう風にね楽しい経験いっぱい思い出あるし、まあ、そんな感じで、しかも車出してあげられて、多分人からしたら重宝されるじゃないですかっていう感じで、あの多分僕良かったと思うんですよね。持ってて、お酒飲まないですからいつでも運転してできるし、一緒に行く人は気にせずお酒飲めるっていう感じで、まあしかも終電とか気にせず遊べるじゃないですかっていうので良かったと思いますし、いやその次に僕フェラーリももちろん買ったんですよ。最初はフェラーリのカリフォルニアって言って4人乗り用になってるんですけど、
まあ、実際後部座席なんか座れなくて、まあ、それは実際ね、ツーシーターみたいなもんで、まあ、それはそれで良かったんですけど、あれをじゃあ新卒でお勧めするかっていうと、僕はまあよっぽど車好きでフェラーリで決めてる人以外はお勧めはしないかなという感じ。本当に車好きだったら乗ってください。でその次がフェラーリの488スパイダー、これこそまさしくもうツーシーターなんですよ。お二人乗りで、もうトランクもないんですよね、ほぼなくて、今海外来てますけど、トランクにね、キャリーバッグも乗せられないぐらいの車ですし、もっと言うと、あんまりその普段乗りするような車じゃないじゃないですか。っていう感じだから、誰かとね、頻繁に遊ぼうって感じでもないし、そもそも乗せられないし方なんで、新卒におすすめだったら、やっぱり僕はアクティブに、みんなと思い出を作れるような車をぜひ。で、じゃ車種で言うと、SUV なんですけど、最近ね、じゃあ次新卒っていうとね、ローンの問題だったり、お金の問題ってあると思うんで、僕乗ったことないんですけど、街中見てていいなと思ってるのが、マツダの SUV ってあるじゃないですか。マツダの車とかってコスパめっちゃいいと思いますね。300万台からあるのかなとか、あとは僕が乗ってたみたいにホンダとか、そういうのも全然いいですし、外車とかでもね、まあ中古で良ければそれなりに、まあ400、500万するよね、中古でも。全然国産車で僕はいいんじゃないかなと思ってる派です。あとは最近で言うとあれですよね、東京だったら特に多いのがタイムズとかのカーシェア、僕も出張の時たまに使うんですけど、あれはあれで便利ですよ。本当に1時間数百円か、まあ1000円ぐらいの話で乗れますし、で保険とか維持費が全部入ってインクルードされてるんで、それはそれで良かったです。なのでまあ今回ちょっと維持費の話までちょっと今兼ねちゃったんですけど、そういったレンタカーにすれば維持費も全部インクルードされてるから計算しやすいと思います。行った先の駐車場代ぐらいでいいんでいいかなと。で次維持費、僕のじゃあ維持費を言うと、大阪の時は駐車場が2万3万だったんですよ。で保険が1万ぐらいしますんで、まあ、それだけで固定費で、まあ、3、4万かかります。であとはガソリンは、まあ、これ変動費ですけど、まあ、大体1万、2万使うじゃないですか。でしかも最近上がってますしね、ガソリン価格っていう感じで、まあ、大体5、6万飛んでるんですよね、今思えばね、っていう感じ。維持費はで、あとは2年に1回とか車検代とかで10万、20万飛びますよね、まあ、それが本当に一般的な車の維持費ですよね。で今僕だから東京じゃないですか、東京は駐車場で5万するんですよ。やばいですよね、駐車場で5万します。保険とか、まあ、車にもよりますけど、まあ、僕の車なんかね、特に一般的にはいい車なんで、保険も高いんですよね。それもうんまんしますね、うんまんします。今のフェラーリが一番、まあ、燃費ってね、もちろんたくさん消費されるんですけど、それも月で多分数万円いくんで、まあ維持費だけで、まあ、10万とかね、10万20万ぐらいなのかなって感じかな。でそれにね、普通だったらローンとかねあれば、ローンの価格が乗ってくるんで、まあ、そんな感じでちょっと考えてください。でとにかくおすすめは、多分遊ぶ経験多いと思うんで、とか遊べる年代じゃないですか、もうね。なんでちょっといろんな遠出できたりするような、ちょっと僕は大きめの車派です。はい、僕村長さん、公認会計士試験を合格後、いずれは独立を考えているのですが、私の知識不足で独立についてよく分かっていないので、秋広さんの場合の独立してからどのような仕事を行っているのか、どのように独立して今に至るのか教えてほしいです。秋広さんってすごい下の名前で独立ですね。会計士って独占業務っていうのがあるんですね、まあ、これが公認会計士法の第1項業務っていうのがありまして、それがいわゆる財務諸表監査って言って、一般的には公認会計士試験を受かると監査法人に入ります。でこの監査法人が主にやってるのが監査っていう話なんですけど、監査っていうと上場企業とかの、まあ、財務諸表を見てレポートを出してっていうような仕事、まあ、それを皆さんご存知の通り。独立っていうと、実はですね、じゃあそこから独立すると会計士として監査をするのかっていうと、実は多くないんですよ。逆にという言い方しますけど、もう監査はそういった大法人、まあ、監査法人みたいな、まあ、実はねある程度会計士がいてとか、まあ、登録してとか、もう要件が結構あるんですよ。決まってて、まあ、そういった会社がやるのが多いんで、大体会計士独立するっていうと自分の会計事務所を作るんですよ。例えば小山会計事務所みたいな。多くの方は例えばその前職の経験を使うんだったら、監査の中で内部統制をチェックしたりするんですね。とか、まあ、一部助言業務みたいな、コンサルティングみたいなのをするんですね。こういう風にしたらいいですよとか、不正がなくなりますよとか、こういう風にチェックした方がいいですよとか、そういうのがあるんで、独立された方ってその経験をもとに監査はしないんだけど、そういう風な財務支援みたいなことをする方が多いと思います。コンサルティングとか内部統制の支援、構築ですね、構築の支援とか、あと人によってはそういった会社さんに一社に入り込むんじゃなくて、いろんなところでそういったセミナーをする、研修ですね、研修講師とか、そういうのが多いと思います。でこれがいわゆる公認会計士の延長線上に独立された方がやることが多い。あとはですね、昨今で言うと監査法人とかにパートでそういうふうにね、監査業務に一部独立してるんだけど、まあ、前職のお手伝い行ったりとかですね、まあ、そういうのも多いです、まあ、それでもある程度稼げちゃうんですよね。時間給で数万円もらえると思います。はい、めちゃめちゃすごいですよね。そんな感じとか、でそういうのが多いかもしれないです。
あとは会計士で独立した方で多いと、いわゆるその財務支援って言ったんですけど、それがもう一社に入り込んじゃう。CFO とか、まあ、財務部長とか聞いたことあると思うんですけど、そういう感じで、まあ、どっかの役職としてもうその一社専属でまあコミットするとか、そういうのもあります。独立してるんだけど、まあ、そういった会社にしっかり関与していくと。もう一個多いのが、公認会計士試験受かってですね、まあ、実務2年間して、で、修了講座を受けると、もちろん公認会計士になれる。公認がつくんですけども、それと同時に、公認会計士は税理士登録もできるんですね。監査法人の時代には、まあ、公認会計士になっても、税理士の申請ってね、ほぼの会社が、今、協業しちゃうと危ないんで、認めてくれないんですけど、独立してしまえば、公認会計士もそうだし、税理士の申請もして、公認会計士兼税理士事務所っていうのももちろんできるんですね。でこっちの方が、まあ、意外に実は多いんですけど、なんで公認会計士として監査法人で働いて独立すれば、監査業務以外の会計士業務みたいなこともやるんだけど、一部そういうふうに税士登録もして、いわゆる法人税、所得税、まあ、消費税、住民税みたいな、いわゆるですね、フリーランスだったり個人事業者の方のそういった税金回りと、会社、中小企業、次は中小企業になるんですけど、中小企業の決算回りっていうのをやったりするのが、まあ、結構本当に、もう本当にほぼじゃないですかっていうのが多いです。で、そのまあ法人税だったり所得税を申告する前段階として、まあ、月々のこれ、記帳っていうんですけど、そういったそのレシートとか、入出金とかもらって、それをちゃんとね、あの帳簿付けしていく、まあ、こういうのも会計士だったらできるじゃないですか、スキルがあるからっていうのをやって、なんで今まで監査法人だったら、どっちかというと作ったものをチェックする側だったのが、独立してしまえば、それを作る側というか、お手伝いする側になりますし、税務申告書を作るところまでお手伝いする側の仕事も多いですし、でもっと言うと、前職だったら、そう、監査法人だったら大企業、上場企業が多かったのが、どっちかというとね、あの独立したら、最初は中小企業だったり、フリーランスの方を対象にされる方が多い。はい。これが一般的な話。で、僕も例に漏れず、そんな感じでした。特に最初は。僕は4年目まで監査法人で勤めて、で、公認がついたタイミングで独立して、で、自分の公認会計士事務所と税理士事務所を作って、で、それを僕の場合は税理士法人化って言っても法人化してしまって、もう社員さんも雇用して、で、最初は、それこそ中小企業の経営者だったり、個人のね、まあ、ある程度売れっ子の方の所得税だったり、はい。あと、そういうのをやりました。で、あと2年目からは僕の場合は、市長代行とか、いわゆる帳簿付けですね、とか、決算業務周りももちろんやるんですけど、まあ、2年目からは、そういった方々の事業をブーストするために資金調達ですね。事業計画とか、まあ、そういったその調達の支援ですね、コンサルティングを始めたりとか、あとは、さっき一社専属で CFO って言ったんですけど、僕の場合は外部 CFO として、まあ、うちの会社ですね、何社か関与させてもらって、そういったコンサルティング契約をしたりとか、あと会計士側で言うと、まあ、さっき言った通り内部統制の構築のコンサルティングを、まあ、やったりとか、まあ、そういうのを最初の方は特にもちろん時間を割かなきゃいけないんで、多く注力しました。まあ、そこで軌道に乗ってくれば、まあ、ある程度社内的にも予算もね、出ますから、まあ、今回で言うと YouTube をね、こういうふうに今後の未来的に採用だったり、集客のためだったり、自分のね、認知のためにやった方が、感じでこういうふうにどんどんあの手を広げていって、今には来てるんで、まあ、最初はそういうふうな、今言った通りステップでやるのが多い、本当に多いと思います。もう 90% といっても過言ではない。会計試験、監査法人で独立でも、まあ、どっちかというと中小企業の足回りとか、そういった気象代行、税務申告とか、あとはまあセミナーとか、内部統制の構築やコンサルティングをやって、そこからね、まあ、徐々にそれをやり続けて規模を広げていくのか、まあ、僕みたいにちょっと違うジャンルね、どんどんチャレンジしていくのか、まあ、そんな感じでやっていくのが、まあ、本当に多いんじゃないかなと思います。こういうのが、まあ、テンプレとして逆にあるんで、まあ、それはできると思います。誰でもできるんで、そこは安心してくださいっていうのと、まあ、そういうのができるから、なんで、むしろ違うことも全然やっていいかなと僕は思います。まあ、安心材料じゃないですか。こういったもう流れがあるって、ある程度決まってるから、まあ、自分がやって自分だけできないはずがないと思うんですよ。だからそこはもう安心感に持ってもらって、まあ、自分はだからちょっとね、あのその基礎をやっておいて違うことやってもいい時代だし、できる時代だと思ってるんで、ぜひね、勇気と覚悟を持って、あのいろんなチャレンジをして、まあ、しっかりね、今足元の勉強をちゃんとして、はい、頑張ってほしいなと思います。はい、応援してます。スルンさん。会計士さんは会計士の試験直前はどのようなメンタルで勉強していましたか？また不安になったりプレッシャーに押しつぶされそうになった時はどのように対処してますか？ということなんですけど、全員あると思いますよ。しかも日本の公認会計士でやばいのが年に1回しかないですよ、論文は。もうこれ落ちたらもう来年なんですよね。しかもそこ、だって1回目の勉強するまでにもう地獄見てるわけですよ。もうめちゃめちゃしんどい。めちゃめちゃの膨大な量と、まあ、難易度の勉強して、その一発、ミスったらそれをもう1回やってもう1回受けなきゃいけないなと。で、落ちたってことはもう一回あるかもしれないねっていう、めちゃめちゃ不安のループがあるわけじゃないですか。っていう意味では、これ全員です。全員。僕もありました。はい。なので、メンタルはそんな感じですよ。まあ、それの捉え方は確かに、10人問いろとは言いませんけど、もうそういうもんだからって言って割り切るタイプもいるでしょうし、まあ、僕みたいにね、確かに落ちたらやばいよねと。これもう一回落ちちゃったら、もうそもそももう勉強できないというか、もう意味がわからんと。受かる気せんわって言って、まあ、逆にコミットできる人もいますし、
いろんな人がいると思うんで、でもとにかく根底は全員持ってます。そういうプレッシャーとかあります。対処しているのは、まあ、僕の場合は、まあ、さっき言った通り、不安はあるっていう前提なんですよ。今ちょっともう分かってるわけじゃないですか。もう全員そう、ライバルもそう、自分もそう、もう全員プレッシャー感じてます。もうそういうもんだし、全員人生かけて勉強したはずだし、自分もそうだし、逆にじゃないと価値ないですよね。そう思える資格だから僕はチャレンジしたとむしろ思っているんで、そういうふうにもう生きるか死ぬかじゃないんだけど、乗るかそれかでなかなか勝負できる資格とか勉強ってないんですよ、この世の中に。でこれってだからそれがあるってことがすごい価値だと思ってるから、むしろそれはだから不安に感じるのはいいんだけど、さっき言った通りそれを価値に感じれる。いや、こんな勉強でも逆にできてる俺ってめっちゃいいじゃんと、めちゃめちゃありがたいねと、感謝だよねと。今僕は別の USCB とかもしてますけど、もうそういったメンタリティでは来てます。不安に感じるってことはそれ相応のものを得ようとしてるっていう、逆に考えてもらってね。いつも言ってますけど、リスクとリターンって表裏一体なんですよ。プレッシャー感じないってことはリターンがそんなに少ないんですよ。でも今回プレッシャーを感じてるってことはそれだけリターンが大きいことをやろうとしてるんですよ。ってことはこのプレッシャーを抜けた先っていうのはめちゃめちゃ外せないリターンが待ってる。これめっちゃワクワクするじゃないですかっていう感じで、まあ思ってもらえたら、プレッシャーを感じてるってことはそれだけリターン大きいことを得ようとしている、それだけ社会にインパクトを与えようとしている、それだけ誰かにどうこう言われなくていいと思うんですけど、その誰かに感謝してもらえるとか、人に価値を提供できるとか、まあ、何より自分自身が成長できるとか、そう思って、まあ、ちょっと少しでもね、不安って聞くと ネガティブになりそうですけど、まあ、ポジティブに考えてもらえたらいいんじゃないかなと思います。本音のもっと本音言うと、いやそもそもだってやろうとしたの自分やんって思いません？僕は思うんですよ。難しいってだって分からずに受けてる人いないと思うんですよ。このレベルの試験で簡単だよと思って入ってきてる人一人いないと思ってて、難しいよ、地獄だよ、でも抜けた先はハッピーだよって言われてみんな入ってると思うんですね。じゃあそれいざ自分が不安になった時って、いや知りませんでしたってならないと思うんで、僕はむしろいや分かっててやってますしっていう感じで、当時ももちろんプレッシャー感じますけど、でも根底はそれでした。いや分かってるし、それが自分のためになると思って受けてるし、結果受かった時って給料上がる、バッジもらえる、次のステップアップの時に何か使える、これ全部自分なんですよね、メリットを取れるのが。ってことは自分のためにやってることなんで、苦しいとかしんどいとかもう僕は関係ないと思ってるタイプなんですよ。だって受かった時はもう特段し自分のおかげなんですよ。享受できるところです。メリットが享受できる、その勉強させてくれてありがとうとか、お金出してくれてありがとうとかっていうのはこの社会に感謝なんですけど、結局でも公認会計士小山明宏として、誰がお給料もらえますか、誰が社会にね価値提供してお金もらえますか、全部自分がねもらうときはもらうんで、じゃそれをもらおうとしてるのに今プレッシャーが怖いとかしんどいとかって言ってるのって、これ都合良すぎると思ってるんですよ。全部自分がもらうくせにここしんどいやめたい、簡単にしてくれっておかしいじゃないですか。なんで僕はだから高校をもらおうとしてるから、あここももちろん全部自分がもらえますと、プレッシャーも自分が受けますと、でそのために悔いがないように勉強しますって感じがありますけど、ここまで喋って本音の部分ではそんな感じ。今も USCPA も勉強してますけど、結局 USCPA っていうねタイトルがつくのは僕だし、まあ、僕の会社だし、だからそれに対して、まあ、今は特にですけど、しんどいとか眠いとかもう全くないです。自分じゃんっていう、自分がやりたいって言ったんやろ、だから自分で人生良くしていきたいんだろと思って僕はやってるんで、特に今は僕自分の気持ちで言えますから、もう全く何も思わないです。もちろんね、今1秒しんどい時ありますよ、めんどくさい、眠い、あります。もう関係ない、もうそんなの1秒の話で、全然10年前ですけど、当時思い返しても逃げたいとかそういうのはもう一切なかったです。もうそのプレッシャーはもうビンビンに感じてましたけど、自分のために、自分の人生のためにで、まあそれが世の中のためになればいいなっていうのは確かにありましたけど、もうそんなことより自分のためにやりたい、受かりたい、かっこいい、目指したいっていう感じでやってました。なのでプレッシャーは、はい、それはそれだけのリターンを感じようと思ってる、リターンを取ろうと思ってる、もっと言うとそれだけの価値を感じてるだからこそプレッシャーを感じてるんだと思って、まあ、しっかりそれはね、潰されるか潰されないの話じゃなくて、もうあるんだから共存するしかないっていう感じで、早く抜けてくださいって感じです。キリリンさん、たまたまかな、小山さんがいつも着ている青いワイシャツはどこで買われたのでしょうかっていうか、今日のじゃないんですよ、結論今日のじゃなくて、実はこれ色違いなんですよ。これ色違い買ってるんですけど、これエストネーションです。でこれエストネーションじゃなくても結論良くて、めっちゃいいです。これ僕特にトレーニングしてて、もう既製品買えないんですよ、もう普通の標準体型じゃないんで。でただこれは伸びるんですよ、ちょっと光沢もあって、そのなんだろうな、ちょっとドレッシーというか既製品っぽくない。今寒い島にいるんですけど、まあこういうリゾートにも合いますし、もちろん夏場のねお仕事にも爽やかに着れるんで、これ良くて、だからこれ色違いも買ってるんですよ。ぜひエストネーションで、しかもこれ伸びる生地なんでちょっと伝わらないと思うんですけど、これは本当にめちゃめちゃおすすめ。結構体型にフィットして、ポリエステル 53% と綿 47%、はい、っていう感じで、これはめちゃめちゃおすすめです。エストネーションで僕は水色とでこのネイビー買って、でもう一個白も持ってるんですけど、白もエストネーションで買ったんですけど、それは違うブランドでした。イタリアのなんかブランドだったんで、なんで何が言いたいかというと、別に何かしらあるってことです。ブランドが近くてもこの素材がいいと思うんで、ぜひ買ってみてください。
めちゃめちゃおすすめ。あーさん、シンプルに会計士はモテますか？またビッグフォーが小山さんみたいなイケメンや美人な人が多いと何かで見たのですが本当なのでしょうか？わかんないんですけど、多分これ僕の持論ですけど、時代だと思うんですよ。よく会計士試験、僕が勉強した時も言われてたんですけど、会計士受験生って陰キャとか、なんかそのもう勉強しかできないとか、なんかそういうコミュ障とか、なんかいろんなワード踊るじゃないですか。今ってそれこそ身なりに気をつける人って若者も含めてめっちゃ増えてるじゃないですか。ファッションにもうみんな敏感だし、でしかもそれが情報が手に入るし、実際物も通販とかで買える時代じゃないですか。美容とかもめっちゃ流行ってて、いろんなお店があって、シンプルにもう日本人全員の本当にキムタクみたいにかっこいいですねとかじゃなくて、綺麗にしてるねっていう、その男も女の子ですね、男も女の子も身なりに気を使ってるねっていう意味で、多分その裾野が絶対広がってきてると思ってるんですよ。で、勉強してる子でも勉強もしつつ美容を意識しつつが増えてきてると思うんで、多分時代から普通にそういった外見とかそういうの気にしてる人が多くなってきてるからじゃないかなと思ってます。だから分かりやすい例で言うと、昔って脱毛っていう概念なんか一切ないじゃないですか。男が脱毛なんかもっとないじゃないですか。でも今って普通に当たり前レベルで男も脱毛する時代だから、今はその標準で脱毛が男でもやってる。でもそれが会計受験生やってるだけだから、イケメンって言われちゃうかもしれないんだけど、全然はい時代なのかなっていう。だから何が言いたいかっていうと、美人採用、イケメン採用とかっていうのはそもそもないですし、なんでだからイケメンとか美女とかっていうよりかは、だから気を使った方がいいと思います。確かに監査とか、まあ、ビジネスもそうですけど、人とやりますし、もっと言うと就職活動なんか人が面接官が僕らを選ぶわけじゃないですか。なんで別にイケメンとか美女とかではなくて、身なりはちゃんと絶対した方がいいですね。不精ひげ生えてないかとか、目安についてないかとかですね、もう髪の毛ボサボサじゃないかとかですね、それこそシャツちゃんと第一ボタンまでしてますかとか、そこら辺はちゃんとできる方が逆に取られてるっていう意味では、確かにそういった意味では美男美女とは言いませんけど、身なりをちゃんと考えてしっかりしている。マナー、まあある意味マナーですからね。そういうふうに相手に不快な気持ちを与えないっていうのがマナーだと思うんで、そういうやってるかどうかっていうのも見てるんじゃないかなっていうだけかもしれないです。こういった類の情報ってすごい難しいですよね。一見するとそれが面白いからツイッターとかニュースとかで踊りがちですけど、特に自分にコンプレックス抱えてる方に対しては、僕は絶対にそうじゃないよって本当に言いたいです。先天的なものです。もう変えられないじゃないですか。例えば鼻が嫌とか、もう目が嫌とかって、そういうのを、まあ、別に整形とか抜きで、そういう風になもので何か人生が閉ざされると思っちゃってる方でコンプレックスを抱えてる人には、僕はもう絶対そうじゃないって言いたいし、僕もそうしたいんですよ。人生的に何か自分が嫌なことだったら絶対それは解決したいというか乗り越えたいタイプなので、絶対もしこういう記事とか読んで心配になってる、このあーさんもシンプルに思っちゃってるんだったら、もうぜひ大丈夫。それこそ後天的に、先天的ではなくて後天的に身なりをきれいにしたりですね、ファッションを学んだりとかですね、もっと言うとマナーを学んだりとかですね、ちゃんと面接する前に顔を見たり、お手洗い入ってね、5分前にちゃんとついて、目やりとかちゃんとねついてないかなと見て、まあ、そういうふうにやれば基本的にはその何だろう、後天的に対処できると思ってますから、そっちを学んでください。もし心配されてるのであれば、ツイッターとか、まあ、そのニュースとかでもう面白おかしくカモにしようとこういうふうに言ってきてるんですよ。みんなお前らなんかもしかしたら不細工だぞって言って、こっちの商品買えばいいよみたいなやってるんですけど、もうそんなのもう気にせず、ちゃんと僕らみたいな何か商品を売りつけない人をちゃんと正しい情報をしっかり手に入れてやってください。でシンプルに会計士は持てますかって意味で言うと、まあ、もちろん会計士ある人とない人で全く同じ、もうそれ以外のスペック全く同じだったら、僕はあった方が持てる確率高いんじゃないかなと思ってますし、信じたい。なので特にね、会計士のことを知ってくれてる異性であれば、あ会計士なんだ、あやだわとはならないと思います。あすごいねとか、あ頑張ったんだねって思ってくれる方なんで、どっちかというと加点なのかなと思ってます。逆にこれちょっと笑い話で地獄なパターンがあって、会計士を知らない場合、相手がこれどっちもいいですよ、男性でも女性でも、場合はこれ結構ドツボで、そもそも会計士やねんって言っちゃうと、まあ、そもそもちょっとうざいですよね。いや知らんわってなるじゃないですかっていうのと、あとそれでも相手側がいい方で、え会計士って何ってなった場合は、次の地獄で会計士を説明しなきゃいけないんですよ。めちゃめちゃむずいじゃないですか。いろんなことできるし。でこれが地獄2で、さらに地獄3が、ちょっとその人が知ってて、え税理士さんみたいな、税理士さんとの違いなーにみたいな、次の質問来た時は、これ次会計士と税理士の違いを話さなきゃいけなくなるんですね。それぞれ話さなきゃいけなくなって、それぞれ違いを話さなきゃいけなくなって、これまた地獄3になるんで、知ってる方であればもちろんプラス加点ですね。減点にはならないと思います。あ、なんとなく給料がそう、なんとなく勉強頑張れる人、なんとなく良さそうみたいなのあるかもしれない。で、分かんなかったら、まあ、そういったちょっとドツボにはまりますから、あんまり職業、職種がすごいというよりかは、僕はさっきも言ったんですけど、後天的に、まあ、自分が魅力的になるような人がモテるんじゃないかなと思ってますし、僕も何歳でもモテたいと思ってますんで、独身としてはね、もうモテ続けたいし、モテたいと思ってますから、まあ、僕もそういう風に磨きたいなと思ってます。会計士やねんどやっていうのは、僕は自分のことだから言えるけど、僕がそういう人だったらちょっとかっこ悪いなと思っちゃうんで、できたら僕は会計士ですよね、ああやってますけどぐらいの
感じがラリーとしては嬉しいですね。会計士の小山です、会計士ですっていうよりかは、あ、小山です、あ、はい、お願いしますみたいな感じで、会計士さんですよ、あ、まあそうですぐらいの、はい、僕は出し方が僕は理想ですね、はい、っていう感じで、まあ、シンプルに会計士は持てますか、はい、家庭になると思いますし、はい、あの持ててる人はたくさん知ってます。あとは、まあ、イケメンビジョンに関してはもうそれ主観だし、自分磨きを頑張ってくださいという感じで、今回もちょっとね質問回答あの何個か答えてみました。まあ、こんな感じですね、まあ、定期的に YouTube ライブももちろんやりますし、あのこういう風にちょっと答えきれなくて申し訳ないなと僕が思ったタイミングで、かつこういう風にね、あの今回海外来てちょっといろいろ経験させてもらって、まあ、自分のこういう風に価値観をすり合わせたいというか、皆さんとのこういう風にね、あのコミュニケーション、こういった YouTube 使ってコミュニケーションしたいなと、こういう風に思った時にしっかり回答していきたいなと思ってますから、また質問とかあればですね、普段のコメントとか書いてもらったら僕見てますし、答えられるタイミングでこういう風に答えたいなと思ってます。あのこういう風にちょっと精神がねゆっくりしてる時が一番ね皆さんにも入れると思うんですよ。あのあんまりね、あの仕事忙しくて勉強も忙しくてって今僕なりがちなんで、どうしてもねこればっかりしょうがないんですけど、こういう風に海外でちょっとあの自分の価値観とか人生観含めて見直してる時に、豊かな気持ちで皆さんのことを思ってしっかり回答できる時にしっかりね回答していきたいと思ってるんで、またねコメントください。まあ、一旦今日はこんな感じ、まあ、これがねどんどんまた違うパターンで動画撮っていくと思いますけど、また楽しみにしておいてください。はい、では本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。またね、いろいろコメントとか、まあ、YouTube ライブとかいろいろ参加して、はい、交流していってもらえたら嬉しいです。では、お疲れ様です。また次回の動画でお会いしましょう。